どうも、ラオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ダウンロードコンテンツ第6弾来ました。今日はレイリーを使っていこうと思います。時代は我らのものだ。では、レイリー行きましょうか。通常攻撃で、敵にマーキングをして、あ、この青いのがマーキングか。で、チャージ位置で、神器という名の、ちょっと寄ってきた。あ、なるほど。なんかちょっと難しいな。なんか難しい気がするぞ。とりあえず本気バーストして、ゴリゴリいっちゃいましょう。面白い。まとめて相手してや。必殺は火力あるね。必殺技は問題なく火力があります。通常技だな。問題はこの手のひらに伝うもの全て砂に返してやる。私に見通せぬものはないか。おし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 、いいね。我が名、今がテクニックだから最強の座を欲する者のみ俺に挑め。パワータイプのガープやロジャーほどは火力はないけども、なんかテクニックっていう感じはしないね。テクニックっていう感じはせずに普通のスピードタイプっていう感じで戦っていけますな。これは OK。 OK。 何人倒れようと俺には関わりのないことだ。もうちょっとスキル構成ミスってるかな。ちょっと火力が出にくいかも。俺たちも続けよう。私に見通せぬものはない。いや、でもこんなもんよ、こんなもんよ。このたける心剣で示そう。いや、あげはしない。見切った。ゲージはどれが溜まりやすいだろう。道を開けてもらおうか。受けてみろ。あ、これいいね。いや、見切った。この程度か。OK。なんか技を見た感じでは、空中攻撃が強そうなんだよな。この程度か。お前の正義を見せてもらう。いや、むずいな、むずいな。私とも遊んでもらおう。つけておくんな。手早く片付けて自由な航海へ向かおう。よしよし、あー、キータル残った。バースト前に倒したかった。地獄へ落ちてくるな。いや、ミカミにこの程度。おお、いいね、いいね。地上から空中に入れやすい。なるほど、打ち上げを結構多めに使っていていいかも。ミキタ、この程度か。ミキタ、このことここで倒したい。ミキタ、革命軍の手で自由を勝ち取ろう。よし。私に見通せぬ。必殺技の構成もちょっと良くなかったか。もう少し強い技はありそうな気がしますね。正義は滅びんぞ。はいはいはい。平和のためにもこれ以上争うべきではない。レイリーもあれだね。私とも遊んでもらおう。ガープ、ロジャーと同じくチャージ1は強そう。うん、超広範囲。この程度。ミヒタ、この程度。ミヒタ、なんだ。そうだ、これ空中でいける。この時代のその先を、俺に見せてみろ。ミヒタ、この程度。ミヒタ、ダーリスに倒産よ。おし、ナイス。潰してやる。私に見通せぬものはない。潰すぞ。よし、オッケーオッケー。ミヒタ、この程度か。ミヒタ倒す。オーラソン、もうやめる。この誇りを見せよう。この程度、必殺技もね、自分の後ろにいるやつとかにも当てやすいんで、必殺技のね、範囲はすごくいい。火力も悪くないし。少々やりすぎてしまったかな。ただ、
あやっぱり後ろの戦士ってのはあんなやつのことか。ここはやられちまった分、ちょっと火力がもう少し欲しいと思う。どうだ、私に見通せる面じゃないよ。2人とも行って、あれ岩ちゃん倒してくれない。オッケー、一旦引くか。次へ向かうとしよう。ちょっと待って、エースが見当たらないんですよ。いいよ。よし。ちょっと待って、エースがすっごい変なとこに行ってる。ミヒタ、この程度。ミヒタ、この程度か。この名前はこの程度。我らのものだ。いざ。オッケー。ふざけた真似を。うるせえ。よし。この程度か。俺の意地。見ろよ。ボスまで行く途中に食べたいけどたまらないね。この程度か。ミヒタ。まあ向こうへ一気に貯めましょう。多分集合しているところでチャージ使えば一気に行けるんだよ。この一戦で決着をつけようじゃねえか。いや、一気ってほどでもないな。ミヒタ、まあまあそれなりに溜まるっていう感じ。ミヒタ、この程度か。いや、ミヒタ、オッケー。この程度、手の爪で切り裂いてやろう。行くぞ。誰一人倒さんよ。いいね。キャプテンとして立ちはだかるなら攻撃力アップが入った。立ちは譲らんぞ。カボもやるじゃねえか。ここで倒しきりたい。あ、シャンクスまで行けた。シャンクスまで行けた。必殺技の範囲がすごい。強き者よ。それではレイリーでした、タイプはテクニックなんですけども、まあスピードタイプみたいな感じですごく使いやすかったです。テクニックだいたい使いにくいんですけどね。で、敵を集めるスキル、あれがちょっといまいち使えてなかったんですけども、あれを使えるようになるともっと強いと思います。うん、ちょっと引き出しきれなかったな。でも必殺技の範囲はすごいので使いやすい。うん、レイリーいい感じだと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。